です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは。堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。今日もメールマガジン堀江貴文のブログでは言えない話から読者の皆さんからいただいた質問をいくつかピックアップして、それに堀江さんに答えていただきたいと思います。それでは今日の質問です。はじめまして。静岡で美容室を経営して4年になりますが、同業者の同士には恵まれていますが、肝心な一点の人材にはなかなか恵まれず、売上も損益分岐を横ばいが続いています。生活費で少しずつ運転資金もレベリーしている感じなのですが、店を畳むにも借金が2000万ほどまだ残っている状態ですが、堀江さんならどう状況打破を考えますか。1. 何か策を打つ。2. とっとと畳んで別のビジネスで一念発起。1に関してはこの4年間いろいろ試してきているつもりですが、大当たりしたというレベルまでは結果が伴っていない。人材難により予約を受けれなくてドブに捨てている現状です。かといって平日は閑古鳥の日もあるので、思い切った人材補給も踏み切れない状況です、という質問です。はい、今日もアイスマン福留さんに来ていただいております。よろしくお願いします。ちなみにあのコンポタージュはどこから調達したんですか。あれはですね、アマゾンで買いました。え、アマゾンで売ってるんだ。アマゾンで売ってるんですよ。いや、今でも売ってるんですか。売ってます。いや、買わなくていいですよ。あ、まあ個人的になら大丈夫です。お店だとやっぱり期間が限られるんで。寺田幸のためにまた買ってほしい。いらない、もう大丈夫です。あ、まだね、残ってますよ、もし必要であれば。まあ、あ、そう、いっぱいあったよ。はいはい、うん、大丈夫。あ、何本買ったんですか、ちなみに。あの24本。あ、本当だ、赤木乳業。すごい。へえ、なるほどね。アマゾンでガイスを買う時代なんですね。コンビニで買えない場合はアマゾンでちょっと探してみるっていうのがいいかもしれないですね。なるほど。ホリエモンチャンネル。で、こういうふうに答えました。はい、はい、私はこういうふうに答えました、はい。大赤字という状況でないのなら、ちょっとした改善策で好転することはありえますね、うん。例えば平日対策でマッサージサロンをやりたい人だけに、やりたい人に昼間だけ貸してみるとか、うん、曲がりさせるとか、あるいは予約枠を Google カレンダーとかで公開して空き枠を安く予約できるようにするとか、まあ、そういうような工夫を、まあ、したらいいんじゃないかなと。まあ、私の知り合いの、僕はいつもやってもらってる、はいはいはい、あのサロンはそういうコンセプトで、まあ、髪カットした後に必ずあのヘッドスパやってくれるんですよね。ヘッドスパいいですよね。20分ぐらいヘッドスパこうやってやってくれるんで、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ、ヘッドスパって。だそこに、まあ、いろんなその、まあ実は先週もそういう質問答えたんだけど、その爪を切ってくれるとか、雨が向いてくれるとか、あの美容室と美容室の話ですね。そうそう、髭剃って、まあ、だからその髭剃ってもらいたい男性結構多いと思うんですよ。寺田由紀も一応生えてる、剃ってんすよね、出た。あのね、先週より近い。先週より近い。まあまあまあ、まあだからそういうのを、いくつでもなんかまだやらなきゃいけないことっていうか、はいはい、やれることっていくらでもあるんですよ。だけど意外と美容室って、予約枠を埋めたとしても人材難で、うん、いやいや、じゃなくて、あの人材難じゃないです。人材難っていうよりは、あの、あ、平日は閑古鳥の日もあるのでっていう、うん、あ、なるほどね。その閑古鳥の日は安く受けられるようにするように、まあ、ウェブとかで公開したりとかして、はいはい、今まで来なかったような人たちをこう募集してみるとか、うん、そういうことが大事なんじゃないかなと。はい、頑張ってください。頑張ってください。ちょっとした証だったらなんとかなりますよ。はい、この動画の登録はこちら。ホリエモンチャンネル、チャンネル登録もお願いします。